普段ですね、人形とかを作って細かい作業をするときはこのタミヤのね、拡大鏡を使って作業をしてるんですけれども、これでも、足りないとき、目玉を描いたりとか、今から行います目玉をちょっと彫ってみるとかね、そういう作業をしてるとこれでも足りないんですね。でそういう時に結構僕が使ってるのがこの、カメラのね、ライブビューを使って、拡大するっていう方法を使ってます。どういうことかと言いますと、まあこう使ってライブビューをしますとこう映りますよね。こういう風になるわけですけども、ここでここの拡大のねボタンを押して大きくすると、大きくしてこうですね見るということをするというやり方ですね、をやってるんですけれども、これのねちょっとご紹介をしたいと思います。ライブビューでしたらね、普通のコンパクトデジカメ、こういうコンパクトデジカメなんかでもライブビューがついてるんですけれども、僕がいつもやってるのは一眼レフなんですね。で何が違うかと言いますと、このレンズなんですね。一眼レフはレンズをね交換できるのが一番のメリットなんですけれども、僕が使ってるのはこのマクロレンズですね。ヤフーオークションで、まあ、5000円か6000円ぐらいで購入できる比較的安価なレンズなんですけれども、もうちょっと古いんですけれども、まあまあいい仕事をしてくれるというか、いい写りをしますんでね。普通のレンズと何が違うかと言いますと、とにかくですね、ものすごくね寄れるんですね。こうレンズが目の前にあって、ここまでもうこの辺までピンときます。普通のレンズだったら このくらい離れ、このくらいでも来るか来ないかぐらいなんですけども、もう本当にここでもピントがきます。それが一番このマクロレンズっていう大きいところですね。でカメラなんですけれども、カメラもまあその初級機、中級機、まあ、もっと大きいのもいろいろありますけれども、ライブビューがついてるカメラであれば基本的にはどれでも使えます。ただですね、この液晶の解像度がですね、若干古いものだったり、まあ、ちょっとエントリークラスの機種は解像度が低いですね。これちなみに D5000 なんですけれども、オークションで買いました。1万5000円ぐらいでかなり安く買えるんですけど、これが今23万、ドットなんですね。まあ大きさもちょっと小さいんですけども、でこれが、D7100 ですね。中級機って言われる、カメラなんですけども、これがちょっと液晶が大きくなって、120万ドットぐらいあります。23万と120万ですんで、だいぶドット数が違うんですね。で、まあ、ドット数っていうのはそのいうだけ鮮明に見えるかっていうことなんですけど、まあ、それが違いますとね、随分と見え具合が違ってくるので、その辺はちょっと違うかなという感じはしますけれども、